どうも、なおちんです。本日も、モンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、古竜と戦っていきたいと思います。これ、ボスを倒した後の裏面だね。あー、ちょっと待って。できれば、バックアタックしたい。お、チャンスじゃない、チャンスじゃない。いけ。どうだ、成功したと思う。バックアタック成功。よっしゃー、これバックアタック重要よ。だんだん行きましょう。テオは最初スピードで攻撃してくるね。なのでテクニックで行く。スピードだよね、スピードだ。うんうん、間違いない。いけ、テクニック。敵と戦う時って敵の癖みたいなのが出て、それはもう変わらないやつなんで、なんだろう、うまく戦いたいならばノートとか、まあ、携帯とかでもいいからメモ機能とかで、残しとくとやりやすいと思います。俺もね、もうノートにね、今まで戦った敵の行動パターンを全部書いてる全部書いてます。こうじゃないとなかなかね、難しいのよ、勝てない行き当たりばったりじゃん。なんで行動をしっかりと把握していきましょう。今ね、裏ボスをさ、ものすごく頑張ってやってるんだけども、いやー難しいね、裏ボスは。とてもじゃないけど、もう10回ぐらい戦ってんのよ、1回も勝てない、一度も勝てない。おそらくまだね、装備とレベルが追いついてないんじゃないかなって思います。おそらくね、これ爆破やられになったりするもしや。ああ、まあ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 、ダメージなかったならいいか。次は粉塵爆破してくるでしょう。うわー、ライゼンあとちょっとか。これやばくない？いいか、攻撃普通に入れとけ。もう仕方ない。あ、属性防御力上げてるべきだったか。ああそうかも、うん、属性防御が、あ、うわ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 、ひどいひどいひどい、なんでそりゃ。はい、まあまあ、手を飛んだ時はテクニック使ってくるんで、あ、違う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 、テクニックだからいいんだ。リベルドがパワーしてるんで、このまんまでいいんだね。あ、でしかも弓か、弓だな。翼って大体弓で攻撃が決まるっぽいもんね。はい、落としたいな、落としたいなぁ。わぁ、おぉ、びっくりした、びっくりした。いけ、なんとか落とす。でもね、猶予が3ターンぐらいなんだね、おそらく3ターンなんで。あ、いや、ライドしていけば落とせるんじゃない。お願いします。よし、オッケー、来た来た来た。なんかフレアストームとかあったね。それやばい攻撃でしょう。スクープを行こうか。いや、トープを狙ってたが良かったか。いや、両方ともこれ潰せるな、うん、これ両方ともいけるわ。はい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 、力比べは負けない、100% 負けない。
まあ飛ぶやつもね、あのビーム吐くやつもまあ負けないけど、でここがどう来る、おそらく一番最初の状態に戻ってるんで、スピードだよね、だよね、ライゼ来てください、間違いないと思うんだけどね。怒ってたらなんかちょっと怖いな。炎の状態がねこんな感じだから、もしかしたら怒ってるかもしれない。あーよかった、セーフセーフです。よくわからない時があるからさ、そこは注意していかないとね。エンディング、頭部はもうぶっ潰せそうだね、気をつけ、もうこの辺になるともう全部潰していかないと報酬がもったいなくて、怒った、怒ったらばテクニックパワーで潰す、あでも大丈夫だ、技使ってくれるんで大丈夫だね。あしかも相手パワーだったね、だからちょっと特殊な状態になってるっぽいです。でもこれでフィニッシュでいけるんじゃない、いけ、あー OK、 ギリ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  V 破壊してフィニッシュできた、よかった、経験値7500で、ランクも S 取れたでしょ、間違いないね。うん、で報酬はあ、まあまあまあぼちぼちかな、ぼちぼちでした。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。